皆さんどうもこんにちは。アプリゲーム情報局のシーサーです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今年もですね、10月がもうすぐ終わるということで、ここ最近本当にねだいぶ寒くなってきました。で、急なね気温の変化で喉の調子がね悪くなったりとか、まあ、体調崩す方もたくさんいらっしゃると思うので、十分ね体調管理気をつけてください。今回ですね、2021年冬リリースの超注目おすすめスマホゲーム7選ね紹介していきたいと思います。またですね、今年ねリリースされるかわからないんですけども、まあリリースされたらね、すごくねスマホゲーム業界も盛り上がるような、流行るようなねゲームが2選最後に紹介しますので、そちらもぜひチェックしてみてください。今回紹介するスマホゲームのねダウンロードリンクは説明欄にリンク貼ってありますので、少しでも気になったゲームがあったらぜひダウンロードして遊んでみてください。それでは始めていきましょう。まず最初に紹介するのはセブンナイツ2になります。本作は累計6000万ダウンロードを記録したセブンナイツシリーズの最新作 RPG ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね原作から続く世界観とストーリーを楽しめます。こちらセブンナイツ2はね原作の物語から20年が経過した世界観が舞台でですね、映画のような臨場感あふれる映像演出で物語を遊べます。続いてですね、魅力的な英雄たちを選んで自分だけのチーム編成を楽しめ本作はねセブンナイツシリーズの個性あふれる英雄たちとセブンナイツ2オリジナルの英雄たちが大集結していてですね、プレイヤーは自由にチーム編成できます。それ以外にもですね、新たなキャラクター収集や成長、迫力あるバトルを楽しめます。こちらセブンナイツ2はねキャラを集めて成長させる面白さに加えてね、最大8人でマルチプレイを楽しめます。またですね、原作の華麗なスキル演出はねそのままにね、強力な究極技だったりボスを制圧する制圧スキルなどね、本当に新しいセブンナイツを遊べます。次に紹介するのはドラゴンクエストけしけしになります。本作は名作ゲームドラゴンクエストシリーズ初のパズルゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですねドラケシたちをなぞって揃えて消すお手軽にパズルが楽しめます。こちらドラゴンクエストけしけしはね、ドラゴンクエストシリーズに登場するおなじみのキャラクターだったりモンスターやアイテムなどがね可愛らしい消しゴムドラケシになって登場しています。またですね、操作はねドラケシを縦横に3つ以上揃えてね、冒険の書に現れた落書きを消すだけのシンプルなルールと簡単操作でね爽快パズルゲームを楽しめます。続いてですね、たくさんの種類の可愛らしいドラケシが登場します。本作はですね、先ほどお話ししたんですけども、ドラゴンクエストシリーズおなじみのキャラクターたちが可愛らしい消しゴムになって登場しています。さらにですね、それぞれのドラケシはね多彩なスキルを持っているのでね、得意属性や苦手属性があったりとね、パズル要素だけでなく奥深い RPG 要素も楽しめます。それ以外にもですね、冒険書の書に描かれた世界をね自由に冒険できます。こちらドラゴンクエストけしけしはね、冒険の書に描かれている落書きをね消すためにね、多彩なパズルに挑戦したりドラケシを集めたりとね、多彩なパズルに挑戦したりドラケシを集めたり育ててね、冒険の書の世界の人々を助けるためにね、壮大な冒険に挑みます。次に紹介するのはシンクロニクルになります。本作はチェインクロニクルの開発スタジオが送るシングルプレイ RPG の最新作ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね名作チェインクロニクルの新たな物語を楽しめます。こちらシンクロニクルはですね、本格 RPG として2500万ダウンロードを突破したチェインクロニクルのシリーズ後継作でね、本作も前作同様にね運命を決める究極の二択を迫られてね、この決断が今後の壮大なストーリーに大きく影響していきます。続いてですね、パーティーにする仲間で物語が変わります。こちらシンクロニクルはですね、全てのキャラクターにストーリーがあってね、旅路を共にする仲間次第でもね物語の行く末が大きく変わります。それ以外にもですね、広大なフィールドを自由に冒険できたり、スピード感あふれる単性バトルを遊べたりとね、本格的なシングルプレイの RPG ゲームを楽しめます。次に紹介するのは集まれモルカプイプイパズルになります。本作はモルモットが車になった世界を描いた大人気アニメプイプイモルカーのパズルゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですねモルカーたちをつなげたり集めたりと爽快パズルを楽しめます。こちら集まれモルカプイプイパズルはね、同じモルカーを3つつなげるだけの簡単操作で遊べます。さらにですね、モルカーたちと協力しながらステージごとに出されるミッションを多彩なパズルで遊べます。続いてですね、可愛いモルカーたちを自由に育成できます。本作はですね、サラダをあげてモルカーを育成したり、お部屋をカスタマイズできたりとね、可愛らしいモルカーたちの姿を見ることができます。
次に紹介するのはカウンターサイドになります。本作はメイプルストーリーだったりマビノギなど数々のね MMORPG を手掛けてきたネクソンの最新作ゲームでね、キャラ育成と戦略と物語とアニメーションを融合させた全領域光線型 RPG ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですねド派手な演出と戦略性を兼ね備えたバトルシステムを遊べます。こちらカウンターサイドはね、バトルは戦略性を楽しむシミュレーション要素と自分本陣を守り敵の本陣を破壊するオフェンス方式のリアルタイムストラテジー要素で進行していきます。またですね戦闘中はねアニメーションとド派手な戦闘アクションを楽しめます。続いてですね戦略を必要としながらもカジュアルバトルを楽しめます。本作はですね可愛らしいキャラクターだったり男性や近代兵器などね多彩なキャラクターが100体以上登場します。さらにですねライブ 2D によってねダイナミックに躍動するビレイラストも楽しめます。それ以外にもですね文庫小説6冊分を超えるね壮大な物語を楽しめます。こちらカウンターサイドはね60万文字以上のメインシナリオに加えてねサブストーリーだったり各キャラクターのね個別ストーリーなどね非常にね多彩な物語を楽しめます。次に紹介するのはヘブン・バンズ・レッドになります。本作は2021年に配信予定の前田純さんが描く最後の希望を託された少女たちの物語の世界でね、フィールドを駆け回ったりかけがえのない日常を体験しながらね命を懸けた戦いに挑むドラマチック RPG ゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね前田純さんが描く最後の希望を託された少女たちの物語を存分に楽しめます。こちらヘブン・バーンズ・レッドはねエアだったりクラナドやリトルバスターズなどね数々の名作を世に送り出してきた前田純さんがアナザーエデンや消滅都市などを開発してきたライトフライヤースタジオとタッグを組んでね15年ぶりの完全新作ゲームを開発しました。続いてですねハイクオリティな広大なフィールドを自由に冒険できます。本作はですねキャラクター同士の連携が鍵になるんですけども、非常にね簡単なシンプル操作でね奥深いコマンドバトルだったりキャラクターたちの日々の生活をね手軽に楽しめます。それ以外にもですね総勢50人の豪華声優陣がフルボイスの個性豊かなキャラクターを楽しめます。例えばですねソードアートオンラインオルタナティブガンゲイルオンラインの連役の声優さん楠木智恵さんだったりラブライブサンシャインの高道佳役の稲見杏樹さんなどね本当に豪華な声優さんのボイスが聞けます。最後に紹介するのはプラオレスマイルプリンセスになります。本作はサイバーエージェントと DMM ゲームスが送る大型プロジェクトプラオレの史上初の女子アイスホッケーゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですねプラオレのキャラクターたちともっと身近に触れ合えます。こちらプラオレスマイルプリンセスはねチームごとのチームシナリオだったりキャラクターと触れ合えるエピソードなどね3つのシナリオが楽しめます。続いてですね白熱のアイスホッケーを楽しめます。本作はですねプロアイスホッケーチームが全面監修のリアルなアイスホッケーの試合が楽しめます。さらにですね作戦や選手交代のタイミングでね試合結果が大きく左右します。それ以外にもですね大画面でもゲームが遊べます。こちらプラオレスマイルプリンセスはね DMM アカウントを連携することでねスマホやタブレットに限らずねパソコンなどといった多彩なデバイスで遊ぶことができます。はい、ということでここまでね7選ゲームをね紹介したんですけども、最後にですね2選プラスしてお話ししたいと思うんですけども、こちらの2選に関してはね配信されるかされないか本当にねまだわからないようなゲームになってるんですけど、配信されたらね間違いなく流行るようなゲームになりますので、ぜひね皆さんチェックしてみてください。どうぞ。次に紹介するのは鬼滅の刃血風剣劇ロワイヤルになります。本作は国内で大人気の鬼滅の刃初のスマホゲームでね、鬼殺隊と鬼の陣営に分かれてねキャラクターたちが持つスキルや技を武器にね戦う対処対戦型サバイバルアクションゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですね鬼殺隊は味方の大使と協力しながら鬼の滅殺を目指します。一方ですね鬼殺隊の前に立ちはだかる鬼は鬼殺隊の殲滅を狙っていきます。詳しい情報や配信日はまだ発表されていないんですけども、ウェブサイトのメイン画像だったりゲームロゴやゲーム内で登場するキャラクターはね一部明らかになりました。かまど炭治郎だったり根津子や善逸や伊之助などアニメ一期に登場したキャラクターのイラストが先行公開されています。今後の新しい情報はこちらのチャンネルで分かり次第紹介するのでね、もしよかったら定期的にチェックしてみてください。最後に紹介するのはデッドバイデイライトモバイルになります。
本作はキラーと呼ばれるキャラクター1人とキラーから逃げながら協力して脱出を試みるサバイバー4人で対戦する世界で驚異的な人気を誇る大人気の非対称ホラーサバイバルゲームです。そんな本作どのようなゲームかというと、本作はですねデッドバイデイライトシリーズ初の無料ゲームになります。これまで発売されてきたデッドバイデイライトシリーズの PC 版だったりプレステ4や任天堂スイッチ版はですねゲームソフトを買うのにお金がかかってしまったりですね、さらにですねオンラインで友達と遊ぶためにお金がかかってしまうんですけど、今回のこちらデッドバイデイライトモバイルはですねダウンロードからプレイまで全て無料で遊べます。続いてですねデッドバイデイライトが簡単操作で遊べます。 PC やプレステ4や任天堂スイッチ版に比べてですねこちらデッドバイデイライトモバイルはね画面を切り替えることなくサバイバーやキラーを選ぶことができたりですねプレイを開始するまでの時間を簡略化しています。またですね肝心の操作性はねタッチで直感的にプレイできるようになっています。さらにですねサバイバーは自動的に走れたりね画面を押している間だけカメラが180度反転する機能があったりとね誰でも短い時間で簡単に遊べるようになっています。それ以外にもですね無課金でもがっつり遊べます。本作ももちろん課金要素はあるんですけどもチュートリアルのクリアだったりログインボーナスやデイリーミッションやキャラのレベルアップなどでもらえる報酬を使うことでね無料でサバイバーやキラーを入手できます。本当にね無課金でもがっつりやり込めるのでぜひね遊んでみてください。こんな感じですね2021年冬リリース予定の超注目のおすすめスマホゲーム7選紹介しました。少しでもね参考になれれば幸いです。今回紹介したスマホゲーム以外にも皆さんのねおすすめスマホゲームがあったらねぜひコメント欄で教えてください。こちらのチャンネルはちょっとした隙間時間に遊べれるスマホゲームだったり夏休みやね冬休みなどがっつりに遊べるスマホゲームまでスマホゲームをたくさん紹介します。またですね公式 LINE ではスマホゲームのお得情報を定期的にプレゼントしてますのでもしよかったらね公式 LINE も登録してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。アプリゲーム情報局のシーサーでした。バイバーイ。Crazy.